続いては展示の話題です。杉並区天沼にある区立郷土博物館分館では先月から天沼弁天池に関する展示会が開かれています。先週16日からは展示の第2期を迎え、会場には写真や絵画などおよそ100点が飾られています。古くから水辺の風景が見られる場所として親しまれてきた天沼地域、現在は町や公園の名前にだけその名残がとどめられています。天沼の地名の起こりといわれる天沼弁天池も、かつては郷土博物館の分館が建つこの場所に存在していました。10周年を迎えた分館では、その記憶をたどるため天沼弁天池をテーマにした展示を開催。変わりゆく風景や馴染みのある人物などについて写真と文字で紹介しています。大正時代に事業家として名を馳せた宮崎三次郎もその一人です。天沼の風景に魅せられた三次郎は、弁天池の北側にあった土地を購入し、終の住処となる弁天荘を建てました。写真には別荘で過ごす家族の姿などが収められており、当時の様子を知ることができます。また会場では天沼にゆかりのある画家石山太白の風景画も展示されています。絵画は今の時期にふさわしい緑豊かな田園風景が描かれており、多くの著名人が天沼の景色に魅了されていたことがうなずけます。他にも会場の入り口には古い杉並区の地図が設置、当時の思い出を付箋紙に書き貼ることができます。なお第2期の記念展示は来月4日日曜日まで開かれています。懐かしい杉並の姿を探しに博物館に出かけてみてはいかがでしょうか。